します。朝日屋っていうお店だったんですけど、はい、その時の大将からそのまあ付き合い続けさせてもらっとって、で使わせてもらっとるんですけど、今日が牛すじ煮込みの茶碗蒸しで、表面仕上がりが綺麗になるんですよ。これから一体どんな感じになるんですか？これが茶碗蒸しにかけたり、まあ、夜のメニューので使ったりする、あんかけ、あん、銀あんですね。
Thank you.
まだ出さない。
揚げたての美味しい天ぷらが食べられるんで、よかったらご来店お待ちしてます。インスタグラムもやってるんで、フォローよかったらお願いします。インスタグラムはお店の名前をあの検索したら出てきますかね。そうですね、出てきます。往復の天ぷら土田で検索してもらったら出てくると思うんで、営業時間が、11時半からラストオーダーが13時半で、閉店が14時になります。で、夜が営業が17時から、22時ラストオーダーの22時30分閉店ですね。定休日が日曜日と月曜日になります。よろしくお願いします。